スバルバル諸島で2番目に大きな島。その名の通り、スバルバル諸島の北東に位置する。面積14,443平方キロメートルの無人島。1617年イギリスの生物漁師らが、島南部の岬を観察しており、1625年に制作されたモスクワ会社の地図に、サー・トーマス・スミス・ S ・アイランドとして示されている。オランダの地図では、 1662年にオストラントとして示され、1710年の地図には、正確な海岸線と共にヘッドノードウスター、ラントという名が示されている。第二次世界大戦末期の1944年9月、ドイツ海軍の気象観測隊が上陸して観測拠点を設営した。彼らは1945年5月にドイツが降伏した後も観測を続け、 1945年9月4日にノルウェー当局が派遣したアザラシ漁漁船によって救出された。ハウデーゲン観測隊は第二次世界大戦で最後に降伏したドイツ軍部隊ということになった。景観急峻な地形が特徴的なスピッツベル原島とは対照的に全体的に緩やかな地形である。標高400メートルに満たない場所が多く、 最高点は砂ポン島にはオーストホナ、ベストホナ、ソルファナと呼ばれる三つの氷棒があり、島の面積の8割を追っている。特にオーストホナはヨーロッパで2番目に大きい氷棒である。氷がない一部の地域はツンドラであるが植生は非常に乏しい。岩の表面を地衣類が多い、ところどころに草花が生えている。 北極ギツネ、トナカイなどが生息しており、海岸には生打ちがいる。前頭が北東スバールバル自然保護区に指定されており、立ち入りには総督府の許可が必要。建設、採掘などは禁じられている。主に学術的な目的のためにオーストホナが覆っている南東部以外を4つの地域に分けている。ありがとうございます。